バトル？それはあれですか？優勝者とか決まるやつ？優勝者決まるやつだよね。ダメだったの？どういうこと？状況がわからん。女神があります。本日どうなってどうなってこうなったん？どうなってどうなってどうな抜かされたってこと？こんばんは。ストラブ締め切りもうすぐ。そう、ストラブもうすぐです。今日まで。衣装のイラストのやつ今日まで。よろしくね、みんな。よろしく。伸び目はキラキラです。レイさんのやつね、あれ付録？付録になるってこと？あの写真物していいんかな？服、レイさんあの服の衣装、ん？あの衣装の写真見た。いいねとリツイートしておきました。みんなも拡散しといてください。あのとレイさんの投稿よろしく。50カウント完了、ありがとうございます。こんばんは。レイさんのツイッター見ました。私はあの写真ほんまに好評どうですか？好評、みんなの中で好評っぽいね。嬉しい。スケモンくんバラありがとう。バラいても、いやなんかそれを見た、その離れて見て歌いてもいってててて歌うっていうのは見た、うん、見た。あれだわ、うん、少しだけ離れて歩いて行けたら近づきすぎないで距離を保っておこう。ひろたとあなたもありがとうございます。まいちゃん見たんだけど、いやまいちゃんやばい、どうした？まいちゃん見たよ。おもろすぎん？おもろすぎん？まいちゃんおもろすぎた。あげてておろしてる、どっちか。おま、今日はおろしてみました。ジャピさん花束ありがとうございます。小5の男の子、やばやば。季節の変わり目は X ジャパン。そうなん、ウケるんだが。
おもろおもろおもろ、普通に可愛かったけどね。マイチンビーバービーバーお団子ヘア、アリマリンヌの表紙めっちゃいいじゃん、嬉しい嬉しい。レイさん、レイさん、レイさん風女になってます。いつもと全然違うよ、メイクの色も違うし私服の感じも全然違う。そう、レイさんなんかパステル女になってます、割と清楚めのパステル女になってますので、ぜひ見てください、ゲットしてください、絶対によろしく、ぜひ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 。イケちゃん負けた、誰に負けたの誰に負けたの、どういうこと。ゆちろうさんハートありがとう。緊張せずに買える雑誌でしょ、ネットは？ネットでポチって注文したらいいんじゃないお店で買わずに、買わんとどう？ポチッ、ネットでポチったら買える、買える、余裕で買える。マシュー君尊いありがとう、ありがとうございます。ネットでポチっすよね、いいね。ラルム、ラルムはやばいやろ、いや分からんけど偏見偏見ラルムはやばくない、ラルム、レイはまだいけるやん、ラルムはまあ確かにやばい、あれはもうふわふわお人形みたいな雑誌やからこうばばうんポップティーンよりね、いやそれは確かにポップティーン買ってた方が驚かれるよ。シルボーイさんかわいい、ありがとうございます。通常版、電子版で見て、なるほど、通常版じゃないもんね、アイドルビューティーブックの方見てね。こんばんは、初見です、お邪魔します、どうぞどうぞ。 ST48 広島県出身のアリちゃんことみなさりさです。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします、ありがとう。ミシェルさんかわいい、羽田さん花ありがとうございます。こんばんは、リーフレット、確かにリーフレットとはこんばんは、で良すぎて今アリちゃんを押さずに面白い、いいぞいいぞいいぞその息だぜ、いいぞいいぞいいぞ、そうそうそういいぞいいぞ。レイさんゲットよろしくまた撮影したいね、でもいつかはなんかラルムみたいな雑誌にも出て超
あのお人形顔面がお人形フェイスになるのが夢ですわかりますか。そう、なんかあの宗一郎さん、ハートありがとうございます。制服グラビアみたいなやつとかじゃとかだったら、あのもうほぼすっぴんメイクみたいな、グラジエーションさんとかそういう系の雑誌だったらほぼなんかすっぴんみたいな感じになるわけですよ、顔がもうリップも全然ないし、もうね、目もメイクあんまりせんしって感じで、ほぼすっぴんメイクになる雑誌よりかは、なんかそのレイさんおしゃれ雑誌にいっぱい出ていろんなメイクを学んできたいっていうね、夢やね。超お人形フェイスになるのはラルムさんぐらいしかない、ね、サージカルさんかわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。マイキ配信見た、やばいやばいね。パン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 、ヨダちゃん、あー確かに。スランプくん、ハートありがとうございます。キュン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 、スキピー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 、マイキーのドライヤー音でないかと、あーなんでドライヤーしてるん、マイちゃん。こんばんは、こんばんは、こんばんは。レイさんのオフショット、そうやね。でもね、なんかね、漏れてないんだよねそう、髪立ててどういうこと、愛ちゃんおもろすぎ、壊れてる、たまに壊れるよね、毎日やったら。レイさんのオフショットねだんだだだんだで、リーフレットだっけ、リーフレットになってるやつの服のやつは載せていいんかな、聞いてみよう。ここにシュシュがついてる、この写真が、この服を着てる私が付録のやつになってたね。嬉しいっす。タンタ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 ンタタタタタタタン、大エースペイウケる。アリサを見てるとめっちゃ惚れてしまう、なんでやろか、うれ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 、ひつ並べアリサを信じてます、ほんまにありがとうございます。ひつ並べもねやりましょう並べも頑張りましょう。
初見です。ストームさんありがとうございます。 ST48 広島県出身の三好ありさです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローよろしくお願いいたします。ルームフォローお待ちしてます。ストームさんありがとう。ディズニー行ってくる、いいなあ、いいなあ。ぷっくり涙袋、あいつぷっくり涙袋じゃないよ、涙袋がない、悲しっす。あいつはぷっくり涙袋になりたかったですよ。この目の幅よりも涙袋の方がでかいみたいな感じになりたかった。涙袋の方がでかいみたいな顔面。ナミレイトムとケジのファンで熱いお風呂が苦手よ。フフ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 フもらいにね行ってきました。サラちゃんとたまたまなんですけどね、サラちゃんとアイス行きたいなって思ってたら、そうサラちゃんも行きたいって言ってたらしくてね、そう一緒に見に行ったんですけども、キュン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 刺激をパンパンにもらってまいりました。これからも頑張ろうと思いましたね。なめくでもそれがよくない、なめくじ、なめくじ、涙袋、なめくじ、こんぐらいぷっくり、こんばんは。やっぱ最後のね、最後に歌うね歌があるんですけど、神曲やな、なんかそう今そのなんか歌いよった頃は自分がそうなんかとりあえず歌っとったんやけど今なんか聞いたら神曲やな。ほら笑って誰にだってできるはず、どこまでもどこまでも可能性は無限大さ、人目なんて気にしないで、失敗なんて怖からないで、思い切って踏み出す勇気が、未来へつながる、ほうほう。こんばんは。コウコちゃんとのロケ放送見て、あれね再放送されてたんですかね、嬉しい。ピース。
30日スタジオ30日な、スタジオ楽しむことあたしかないぜ。あざっさあざっす、あさってあさってですね。あさってスタジオ、しあさってチャートリよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。スタジオの何、体力温存しておかねばしておかねばーランドどういうこと、カラオケしようとしてバンサイでしょどういうこと。広島今寒いかな、でこの格好で外に出れるぐらい今日は上着いるかなと思ったけど、まあいっかと思って、くそ、この格好で外に出ました。着回し昨日の、じゃじゃん、今日はここにベルトをつけて大人っぽくしました。髪があれやけど、あとベレー帽をかぶってピスタチオカラー、あれ紐がコンセント、ピスタチオカラー、ピスタチオかな、よくわからん、ウグイス、ウグイスかなウグイスズボン、これが最近の一番最近の購入品です、最近の購入品です、ウグイスカラー大人っぽい服やんでしょでしょ、大人なんでね、私もね、そう、大人っぽい服着こなせる女です。これはブラック桜、ブラックチェリーです。ブラックチェリーかっこいい、ブラックチェリー、歌のうまい子や私のこと本当に恥ずかしい、そんなことなさすぎ、そんなことなさすぎた、そう今日もビビったもん、そうサイモンさんハートありがとう、世の中にはこんなに歌うまい人がいっぱいおるんやなと思ってビビった、ビビり上げたもんえってなった、どっから声出てんって感じだったね、ビビった。サイモンさんハートバラありがとう、歌うまいっていいね、かっこいい、ズズこんばんは、ピースピース棒チューブアリコン聞きながら寝落ちしました。嘘、私の歌で寝れる私の歌で寝れますか、なんかうぐぐぐってなって絶対寝心地悪そう、チェリーチェリーボーイ、チェリーチェリーグー、ミヤッチだるまありがとうございます、
プロデビューできる気質ある。そんなそんな褒めちゃう。嬉しい。こんばんは、こんば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 ん。やっぱ低いね、低い声が出る人もかっこいいよね。そう、やっぱその人に合ったやつがかっこいいんやなって思ったね。低い音が得意な人はもうなんかジーンって低い音が上手い人はジーンって心に響く系で、そう高い声が、やっぱ高い音が得意な人はフェイクとかができるからかっこいいわ。いいね。おーおーおーみたいな。すげえ。うん。そういう人なんか覚えられやすい、耳に残る系ね。いいね。なんちゃん、小判ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとうございました。歌うまくなりたい、それだーい、それな、歌うまくなりたいよ。アリサの後のパート、アリサの前がアイコジやな。次がマヒちゃん。早く始まりの歌聞きたい。始まりの歌聞きたい。歌唱力終わって以来アリサバージョン、あんたたたたたたた考えてた。嬉しい。またあなたのことくわぐわえていく。イケチンのソロ曲はいつ聴けるんかね。ファイナリストライブではやってない、やってないですよね。やった？池田由良様の、はあ、ソロ曲はいつ聴けるん？こんばんは。こんばんは。歌ハモりたい。ハモりたい、いけそうじゃない。でもアリさんね、ハモりねできんよ。そう、違う音をね言われるとね、言われるとね、そう、違う音をね歌われるとね、すぐねイエーイって釣られてっちゃう。ハモりねできない。やってないらしい、ね、なんかセットリストみたいな、セットリスト上がってたの見たけどなかった、それらしきものが。まずなんかユニットのところみたいね、なんか他のグループさんと2人で、2人ずつユニットできるブロックあれじゃないですか。そこであれ9人だからさ、どっかが3人になるじゃないですか。なので全部2人だったから、あれイケちゃんおらんってなって、じゃあイケちゃんソロ曲をやるんかって思ったらなかった。
どういうこと？どういうこと？シングさん、だるまありがとう。こばわこばわ。ビーチイーズビーチ。チーズイッチ好きです。嬉しい。私たちの関係が壊れてしまうなら、ねえ、いつ披露なんでしょう。2回目はそう、矢作萌香さんとかすぐ卒業しちゃってする曲はなかったんですけど、第1回目のカノさん、カノさんのやつもね、あんまりね、わからん。ありさ、 CM の CM でなんか鳴ってた、なんか使われてたっていうのはなんか聞いたけど、カノさんのソロ曲もわからん。そうから もっとなんかね、ドーンって有名に したいですよね。ね、歌唱力で優勝して、そう、奪い取ったソロ曲やからね、もっとボンボンボーンっていろんなとこでバー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 ンって歌ってから有名にしたいよね。思うぜ。こんばんは。クーカちゃん、同期ちゃん、よくまでする。私たちの関係が、でもなんかあれはね、あの曲のあそこがなんか初めてこう、何、かっこよく歌おうって思って頑張ったのが採用された歌やな、初めて。今までは原点とかでも、そう、そのかっこいい系の曲をレコーディングするときはかっこよく歌おうって頑張るんですけど、なんかいまいち違うんよ、なんかいまいち自分の想像してたあれと違うんやけど、でもスタジオの底の自分のパートはなんか、初めてうまくいってるパートやな。歌唱力のやつもね、もうちょっとかっこよく歌ったつもりなのにね、高い系かな、私たちのはそんな高くない中音域やからかな、それならいいさ。高い系かな、分からんけど、もうちょっとかっこよく歌ったつもりだよ本当は。難しいね。あんなちゃんだ、本当にありがとうございます。かわいい、お疲れ様でした。美容に良かったね、初めて見た。自分じゃないピオニー初めて見たんですけど、そう、今までにねない感じで良かったね。そう、かっこいい曲歌ってた。私たちめちゃくちゃかっこいい音、なんか生きてるよね、私たちの関係がって感じ、関係が壊れてしまうなら、ワードはほぼ歌ってないですよ、あれは池田様のおかげで成り立ってる歌なんだよ。愛は羽を失った飛べない鳥と、どこだっけ、ああもうあの空は私のものじゃなくなる日が来た、ちゃん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 、わ
の公式 YouTube バズってる。本当？カラオケバトルに出演されたからじゃないですか。絶対そうだよ。なんでさ、バードだけ公式チャンネルに上がったんかね。超気になるんご。超絶気になるんご。さすがやな。パンジャラさん、ハートありがとうございます。神楽公演の時のメイクノイズかっこよく嬉しい嬉しい。暗闇の扉が牙を剥くよ。不意に現れた男、威嚇していた。ふう。え？驚き桃の木。明日休みやと思ってたら休みやなかった。驚き桃の木洗濯機。50カード帰りありがとうございます。バードは AKB さんの曲ですね。アリサがバードだったらどうなるかな。むずいよねバード。夜明けに追い越され車ヘッドライト消した頃、街へ帰るアクアラインマン。表面張力が好きです。本当嬉しい。タタラタタタラ。あれもむずいね、表面張力。うんうんうん。こいつに100出たんだが、どういうこと？カラオケバトル？ダンスタタンスタンスタンスタタタタン。ダンスタタンスタンスタンスタタンタタタンスタタンスタンスタンスタタン。スタジオのパフォーマンスでありまりの存在感すごい。え、ほんと？詳しく聞きたいね。ほんとに？嬉しい嬉しす。それは嬉しいね。マリナも喜ぶよそれは。そうマジでスタジオのレッスンとかになったらね、あのアリサとマリナを撃沈いつもね撃沈してるんですよ。そう真ん中やからな、アリサとマリナが。あの位がわかりますか。そうダンスの先生はやっぱりあのみゆみゆとみちゅのことをこういいねもっとみたいな感じで褒めるじゃないですか。で、あのスタジオに後から入ってきてくれたマイハとクーカちゃんにあのもっとこうしたらいいってこうアドバイスを言うじゃないですか。アリサとマリナにはあの何にもね言われないんですよ毎回。だからあの良くもないし悪くもないみたいな感じだからね。そういつもね、はあ、やっぱダメだねってなってる。やっぱスタジオに折れないんじゃないですかね、いつもねマリナってね、そう言ってるの。ピヤンだから嬉しい。存在感ある。嬉しい。褒められもしないし、そうもっとこうしなさいとも言われないから逆に病んでるいつも。そう見えてないもはや。もはや見えてないんじゃねって感じ。
嬉しいですね。だから自分たちからこう聞きに行くしかないというかねそう、自分たちからこうどうでしたかって聞きに行くしかないんですよ。先生からこう言ってくれることはないので、もはや見えてないからねそう、嬉しい。もっと存在感出していきます。スタジオで存在感出すのはもう相当難しい。お、レインボースター、ありがとう。りょうくん、パンジャラさん、ありがとうございます。カメラに向ける表情がかっこいい。嬉しい、嬉しい。大吉しかかたん、イエー。大吉ありまり、よろしく大吉ありまり、よろしく。マリナはもう顔面で優勝してるからね。そう、ダンスとか歌とかどうのこうのの話じゃなくて、そう、あんなに踊り散らかしてで髪の毛をブンブン振り回し、ボサボサになって、あの汗をパシパシにかくにもかかわらず顔面が優勝してるからね。まずいいんですけど、私やな、私が存在感を出せれないスタジオでそう、存在感ない人間ふとねえ、悲しい。太ももはもうガリモモにしたい。ガリモモ、ガリガリモモ、太ももじゃダメよね、ガリモモ美味しくなさそうやけど、ガリモモ、ガリモモがいい。配信仮面リスクルールから見てたの、私本当嬉しい、うれうれ嬉しい。でも狙ってるよ、狙ってはいる。ちゃんとあの4周年とかでかいコンサートとかになったらカメラの位置とかが遠いからなんか難しいけど、船の時はちゃんと狙ってます。横上下カメラついてない、スイッチがついてないのに見てから圧かけることもあるスイッチがついてなくてもカメラのことガン見してたらつけてくれるんですよ、多分スイッチャーの人が、多分モニター見てめっちゃ見とるカメラと思ったら多分そのカメラをつけてくれるんですけど、だから圧かけることも覚えたそう、こうやってついてないのに、なんか見てたらつけてくれるんですよ。シルエットで分かった、4周年嬉しい。本当？ダラララララララ優勝させてくれ嬉しい、キュです、キュです、うれぴよー、ぴよぴよぴよー。パンジャラさん、かわいい、ありがとうございます。圧大事よね。よし、スクショ狙っとるか任せてってててて、任せていいや。
あ、じゅんなちゃんが来てくれてありがとう喜んだった、嬉しい、こちらこそありがとうございます、楽しかったすごい楽しかった、勉強になりました、刺激をバシバシといただきましたみんなからすごかったよ、本当に。ブルーレスタンスタラスタン、カメラに抜かれてるって分かるよ、分かるよ、プロなんでねカメラのプロなんでね、でもそのカメラの使い方やな、今度、そうなんや、今度はカメラの使い方をねもっと学ばな、こうカメラがついてるって思ってずっとねずっと見るっていう方法もあるんですけど、そうコウコちゃんから学んだのは、あの一回どっかで目線を外してカメラが映っとる気づいてるけど横顔を見せてから切れる、カメラが次のスイッチャーに変わる直前にまた見るっていうそしたらキュンとするんだぜってね言ってたから、それも勉強せんといけんしそう使い方やな、ほんまに、そうなんや、難しいよ、カメラがついてると思ったらなんかプレッシャーよ、今自分映ってるって感じプレッシャーやから、それを使いこなさないけないんですよ。うん、それやってるアレさんにキュン切ったことあるねうまくハマった嬉しいやん、嬉しいあとね、アリさんのね特徴はずっとねなんかその映像とか見てからね思ったんやけどね、あの歌にめっちゃ歌に集中してたらなんか目がねこんぐらい半分ぐらいになるんですよ、そう多分あのカメラ抜かれたと思って頑張らん表情をやらんとって思ったら多分こんぐらいなんですけど、あのカメラ抜かれとるのが気づかずに歌にめっちゃ集中しとったらなんかこんぐらいになるそうなんかブッスってなるそれはどうやってなるやろね悲しいそうどっちかしかできん、歌に集中してたらなんかこんぐらいになる、なんかバードもこれ言ったら多分みんな見に行くから恥ずかしいですけどそうバードとか見て思うと思う、そうあの池様がもう歌ってる時にダンスだけに集中してる時はもうめっちゃなんか表情キメキメ目パッチリ開いてるんですけど、アイワーってもうワンフレーズしかないくせにそうアイワーってこう歌い出したら目がこんなになる歌に集中したら「I want ねえよ」うん、目が細まるんよ歌ってる、久しぶりに歌ってるってなったら抜かれるじゃん、抜かれた顔がそう歌ってる時にブサイクってもう最悪やない歌ってない、もうダンスだけの時はもう顔もキメキメなんですけど「I want ハーもうってこう歌に集中しだしたらなんか目が細まってね、ぶっさいかになるそうその癖が治らないんだよね治らないんですよ、悲しいすだから歌唱力とかね、歌唱力とかも
歌に集中せんといけんや、顔に集中しとる場合じゃない、歌に集中せんといけんときはもうほんとにね、そう目がね、うん細まってね、うん、そう、目が細まってねダメなんですよ。鏡見てから表情もちゃんと練習せんとって思って意識しとるときはちゃんとできたんやけど、鏡がなくなって歌だけに集中しだしたらできなくなるんやね。ピエンピエン、友達じゃないか、あーなるほどね、友達じゃないか、わかるかも、ミーヒンとソラハと3人で歌ってる歌割りのところかな。ダララララララ、確かに最初前向いてこう途中からこっち向くかも。さすが見てますね私のことを。明日は香川と岡山の当落発表、おお当たってますように当たってますように、ファイティング、キュー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 、あと5分。表情と歌どっち優先？そりゃ歌やけど、そりゃ歌やけど表情も大事やん。で、じゃあ歌をちゃんと届けるっていうのが一番大事やけども、でも表情がブスやったらダメじゃないですか。どっちも大事やで、どっちもはできないんですよね、不器用、まあ不器用すぎて。それでは ランキングじゃない、ギフトいきたいと思います。サトシ、バンジャラさん、レオちゃん、シングさん、ナンちゃん、ミヤッチ、サイモンさん、スランプくん、サージカルさん、ソイチローさん、羽田くん、ミシェルボーイさん、マッシュ、ユイチローさん、チャピチャピさん、ヒロタンタン、スケーモンくん、ミャンコ先生、キュンです、アジさん、ひとりごとさん、バンジャラさん、ヤスベイさん、中原さん、ギフトありがとう。ではランキングいきます。13位キュンです、おじさん、12位レオくん、11位キドナックさん、10位ソイチローさん、9位カンちゃん、8位あずきちゃん、7位ビッグエブさん、6位ユイチダビッドソンさん、5位ユーボさん、4位エスベイさん、3位ひとりごとさん、2位サイモンさん、1位は1位はバンジャラモンスターさん、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとう。そうだ、今日までです。皆様本日までです。瀬戸内ライブラリーの瀬戸ラブ会員さんが参加できるSTU48 の妄想衣装ですね、私の妄想衣装の企画で、そう、そして僕は僕じゃなくなるの、そして僕は僕じゃなくなるの衣装をこう考えていただくっていうね、イラストの締め切り本日までとなっております。出したので見てください、ありがとう、嬉しい。まだ見れてないのでこの後見に行きます、いいねとコメントしに行きますね、ありがとう。え、ブログさ、待ってね、ブログね上がらないよね、待って、アリサ送ったんですよ、ブログ、アリサ送ったんだよ27日、昨日に、
なのにブログが上がってなくて激おこです。激激に怒ってます。そうブログはね上げたんですよ、上げた、送ったんですよ。そうまだね3月分というかそう3月分のやつ送ったのにね上がってなくて激激に怒ってます。激おこです。私は送った TikTok も上げたしブログも送ったはずなのに。イラストは今日までです。よろしくお願いします。お待ちしてます皆さん。あと6枚目のお話し会もね再販中で、もうラスト再販中なので今この今再販してるのでラストです。みんなぜひお話ししに来てください。5月1日と7月3日がおすすめです。待ってます。サインとツーショットもよろしくお願いします。では明日は朝配信できんないやったっけ。そうね多分明日朝配信ができないんですよね。そうだから夕方に配信します。朝配信はメンテナンスみたいなやつがあるのでなしでお願いします。ではまた明日バイバイ、おやすみでよし。